四軒茶屋来た。三茶じゃない、四茶だ。四茶ですね。行動目的のヒント、画面右上に次に取るべき行動についてのヒントや目的地が表示されています。迷った時などは参考にしてください。わかりました。居候先に向かえ、地下鉄の駅を出ろ。オーケー。さあ、というわけでエスカレーターには乗れるのかしら。地上へ、まあいいか、行っちゃうか。これは四軒茶屋の路地ですね。その昔週刊ファミ通はエンターブレインから出てたんですけども、エンターブレインは三軒茶屋にあって、その三軒茶屋の懐かしい光景がちょっと今近しい光景がこの中にあるな。久しぶりに見た。近づいて丸ボタンを押して話しかけたり噂話を聞いたりしてみましょう。 OK。 とっと愛想のない警察官、何か本当はそうだいな。正面向くボタンの演出かっこいいですね。スッて漫画っぽい感じがいいですね。さあ、八百屋さんとかもしかして入れる？あ、スーパーだった。あ、そういうこういうチェックができるんですね。なるほど。ぜひ四茶の映画館に行ってみたい。あ、閉館してしまった。悲しい。時代の流れに勝てなかったんでしょうか。楽しいな、こうやって見てるだけでもちょっと楽しいですけれども。じゃあちょっとバトルの方を、体験してみたいと思います。今美術館特別展示室に行けというところなので行きたいと思います。美術館特別展示室。さあ、というわけで、一通りちょっとチェックしたところで行きたいと思います。赤外線のセキュリティ装置、触ると敵に警戒されちまう。今 L1 ボタンを押してるんですけれども、 L1 ボタンを押すとこういった画面になり、離すとなくなります。ここは下が空いてるので、スライディング、画面に丸ボタンでスライディングと出てますけれども、押すと、おお、かっちょいい。敵にこれ見つかりそうだけど、危ねえ。チャンス、正体を見せ、ドン、これ成功ですね。今チャンスってカバーアクションしてチャンスっていう風な、アイコンが出て、で丸ボタンで先制を取ることができました。画面の UI を見てみると、例えば L2 だと作戦を指示するとか、×だとガード、丸だと近接とか、結構こうボタン、どのボタンがどの攻撃、どのアクションに対応しているかが一目で分かる UI になっていて、まあ、かっこいいかつすげえ便利になってますよね。でモルガナで R1 ボタンを押すと一発でこの画面まで飛んで、ボタンを押すだけでガルが発動し、一番効果的な攻撃ができると。ご苦労様。でリザルト画面になり、経験値、お金、アイテム、なかった。かっちょいいっすねこの辺。さて、でそのまんま、チームレスで探索の画面に移り、今警戒も減りましたね。さっきあいつに警戒されてたんだな、つまり。カバーしてます。ピッ、あ、ダメだった、失敗。今のダメだねですね。敵に見つかって、逆に先制攻撃をされてしまった。よいしょ、ジャンプ、トト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 ス、おー、敵いる。あそこに敵がいますね。でもちょっと遠いから、あ、見つかりそう。遠いから普通に近づいて、あ、これ見つかるじゃん。あ、見つかんなかった。隠れられる、隠れて、チャンス、正体を見せろ。割とアクションありますね。楽しいな、これ。ダンジョンのダンスもすげえスピード感がある。総攻撃をしてみたいと思います。これで、あの、命乞いしてるんですけれども、ガン無視して総攻撃した。ペルソナっぽい。かっこいいな、俺が。かわいい、かっこいい。